い、ここらの風鍼灸院の大野です。今日はですね、皆さんに私がこの鍼灸院に来られた方しか教えられることができなかった脳脊髄液の調整の呼吸法を教えたいと思います。これはですね、今台風が近づいてきていて、で結構その脳脊髄液ってここ脳からその尾骨のあたりまで流れているんですけども、そこの循環が悪くなりやすくなって、気圧の問題で、なのでこれをしっかりですね、1日1回でもいいのでやっていただいたら内臓にもすごくいいので、ぜひやってみてください。あとストレスとか自律神経の調節にもなりますので、ぜひやってみてください。で今日は、患者さんにご協力をいただいて、一緒にやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では一緒にやっていきましょう。まず椅子に座っていただきたいんですけれども、こんな感じで足をちょっと軽く開きますね。はい、で足を開いたら頭と両手をゆっくりと床に近づけていきます。ダラーンとこんな感じです。でポイントは頭をしっかりと下げることですね。こんな感じで、はい、で頭を下げるとどうなるかというと、首の骨がここにあるんですけど、少しずつちょっと隙間ができやすいです。でここに脳脊髄液がバーって流れているので、間に入りやすくなっていきます。そして背中、胸の骨、背中の骨で腰の骨、尾骨ってあるんですけども、全ての骨がちょっと緩み、隙間ができやすくなるので、ここに脳脊髄液がバーって入っていくんですね。でここには、ね、脊髄にはですね、内臓の神経いっぱい出ていますので、内臓の調子も勝手に良くなっていくっていう仕組みになっています。でこの状態でじゃあ息を吸って、で吐くときにへーと言います。へーへーの形、口の形が一番全身の力が抜けるので、必ずへーと言ってください。ではその状態でもう一回息を吸います。はい、吐きます。へー、だらーんと全身の力が抜けていきます。はい、息を吸います。吐きます。へー、全身の力を抜いていきますね。どこにも力は入れません。はい、これを3回呼吸しましたら、ゆっくりと起き上がっていきます。はい、ゆっくり起き上がっていきます。はい、 OK です。どうですか、すっきりしますか。すっきりしました、はい、でこれはですね、軽い腰痛の方もやっていただくだけで結構腰痛消えたりするので、ぜひやってみてください。軽度の血流障害でしんどくなっている方もこのへーの呼吸3回するだけで随分良くなっていきますので、ぜひやってみてください。するのは朝起きてするのもいいですし、日中やっていただいてもいいです。で息を吸って口からへーを3回するだけなんで、誰でもできるかなと思います。まあ、ベッドの上で座ってやっていただいてもいいですし、椅子に座ってやっていただいても構いませんので、自分がやりやすい体勢でぜひやってみてください。はい、ようやくですね、これを教えることができてすごく嬉しいです。今まで LINE された方しか教えることができなかったんで、最近ちょっと予約も取りづらくなっておりますので、ぜひお家でやってみてください。では皆さん、台風が近づいていますが、緊急以外は外出しないようによろしくお願いいたします。皆さんご無事でどうぞいてください。で配送はですね、火曜日以降に多分なると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では以上になります。ありがとうございました。